7日から、静岡県掛川市の掛川城、二の丸茶室で行われた第67期王将戦七番勝負、第1局、毎日新聞社、スポーツ日本新聞社主催、掛川市、市教委、静岡新聞社、静岡放送公演、掛川信用金庫、ゼロの会、以後、将棋チャンネル協賛は8日午後1時57分、挑戦者の戸島正幸八段、27、が、 久保敏明王将、42に88手で勝ち、初の王将位に向けて戦勝した。残り時間は、久保30分、都島4時間22分。第2局は27、28日、佐賀県上峰町の広行園で行われる。7期ぶり2回目の王将戦7番勝負登場となった都島。前回は一度もリードを奪えなかったが、今期は対象で。 開幕曲を飾った。2期連続4期目の獲得を目指す久保の振り飛車は予想されたが、豊島は相振り飛車の作戦を選んだ。豊島は強気の銀行間から二筋を攻略して終盤戦に突入し、控え室では1日目から豊島優勢の声が上がった。2日目に入り、封じ手の2級補正、56手目を立ち合いの ゴーダ・マサタカ9段が開封して対局が再開。寄せの構想がまとまったのか、豊島の差し手が早い。久保は時間を使って逆転を目指すが、豊島の寄せは正確で、早い時間帯に投了に追い込まれた。両者は名人挑戦権を争う名人戦、A 級順位戦でも5勝2敗で首位に並んでいる。王将戦第2局までの間、豊島は、 校長を維持したいところ。乾杯だった久保は新たな気持ちで臨む。山村秀樹。豊島八段の話序盤は深く研究していたわけではないが考えていた展開になった。変化するところがあまりなかったので早指しになったと思う。久保王上の話中盤は変化が多く攻めるか守るかなど考えることが多くて時間を使った。 踏み込みすぎた感じがする。